それでは皆様改めましておはようございます。ただいまより広島東洋カープ歓迎祝賀パレードオープニングセレモニーを開会いたします。長年カープファンの皆様はもちろん、私たち宮崎県民、そして日南市民が待ちに待った25年ぶりのセントラルリーグ優勝を昨年果たされました広島東洋カープの皆様でございます。本日のカープ選手の雄姿をしっかりとまぶたに焼き付けていただければと思います。ご紹介をいただきました日南市長の佐喜多でございます。まずはじめに雨が降っております。地元市長として大変責任を感じておりますけれども、結婚していただきまして本当にありがとうございます。まず25年ぶりの優勝、リーグ優勝、本当におめでとうございます。日南キャンプ55年目でありますけれども、本当に首を長くして待っておりました。感動をもらいました。本当にありがとうございます。そして、このマジック点灯時からこの今から通っていただく油津商店街の中に、皆様、本当にありがとうございます。